てて、わあちょっと待ってや、はおちょビアンカ、お前そんな知事ないやろ。ビアンカできるんそれ、ちょやめてや、ちょお前貧乳のくせにパフパフとかやろうと思わんといてな、ちょほんま頼むわなあ、こっちすげえ気まずいからなあ、ほんまこの脇腹からこうグイーってこうもうほんと皮ごともう知事じゃないとこからもう集めに集めてさ、そんなこうチンコ挟んで気持ちいいとか言われてもさ、いやもう気持ちないからね、皮やから挟んでんの、あれ皮膚やから全然チンコ挟まれてないからおっぱいにね、しかも貧乳やからさ、挟まないやんね、チンコボローンなるやん、あんなでチンコボローンなってまたさこう脇腹からさうーんって寄せてこう必死に挟んでまたチンコ、あ違うチンコボローンなるやろ、ちょ勘弁してほんまにな、あ気持ちよくないから D カップぐらいないとあかんのちゃう、それだって入れてるやろ、ほんまは絶対 C カップぐらいやと思うねん、 D、 いやでも挟むんやったら E ぐらいいるんちゃう、うん、まあパフパフやからね D ぐらいでいいと思うねんけど、うん、ちなみに F か G ぐらいになってくるとね、伝説の横パイズリっていうのができるんだよね、あのパイズリっていうのは縦にパイズリするでしょ、上下に、で父がこうボーンって出すぎてこう横にこう前後ろにねパイズリできるんだよ、伝説の横パイズリ、うん素晴らしいね、うん、まあ、そんなのはどうでもいいんだよ、ちょっともうほんま堪忍してや、その貧乳のくせにほんまシャシャらんといて、もうシャシャんなシャシャんな、もういやまあせやな切り出す、うん、まあそう分かるありがとう、いやちょほんまにちょもう勘弁してよ、罰ゲームですか、リラックスできるかな、 あちょっとまあ頼むわ、じゃあほんま一回だけやでほんまに、え、うん、いやもうそんなためらんくてええからね、うん、俺期待値まあもうほんと底辺中の底辺にあるから大丈夫やで、大丈夫パフパフあ気持ちいい。